にし千歳騒動千歳騒動万東きりだんさきりだんさ西方大関千歳ソードマン千歳市出身千歳部屋東方横綱きりだんさ埼玉県出身ほぼピン部屋呼び出しは大助行事は海坊主本日結びの一番であります。さあ横綱がどうしても越えなくてはならない千歳ソードマンが相手です。横綱がそんな言葉を横綱に対してそんな言葉を出してはいけないんですが、まだ一度もこの千歳ソードマンには勝ったことがありません。牛乳パックで紙相撲平成25年5月6月場所は千秋楽まで優勝戦線は全くわからない状況になっています。さあではまずはこちらご覧いただきます。一度も勝ったことがない4対0という状況です。千歳ソードマン今場所は終盤まで優勝戦線にはおりましたが現時点3敗を喫しております。横綱は2敗でここまで来ました。逆転優勝へこの千歳ソードマンを倒すことで見えてきます。さあぜひ高尾さんへの質問お待ちしております。放送席放送席大関初挑戦見事勝利高尾山関です。おめでとうございます。おいしょっす。2敗残りました。いやー、これはもう感激ですな。最初の一番取り直しになりましたけれども、あれはね、ありがとう、救ってくれてね、海坊主君ありがとう。あ、負けたと思いました。もう負けたと思いましたね。あ、そうですか。もう負けたと思いましたよ。取り直しの一番の見事な突き一発狙ってました？あれも狙ってましたね、相手油断してるの分かったんで。あ、そうですもうか。右脇のあたりを油断してるの分かったんでね、あそこももうついていこうと思いましたよ。これで優勝戦線残っての千秋楽ですけれども、新入幕で見事ですね。いや、任せてください。もうね、上を狙いますよ。そうですか。ねえ、本当にですね、注目されるべき高尾山関なんですけれども、質問が来てません。みんな質問してくれよ。そんなに興味ないのか、い私や、ね。私がちょっと呼びかけが遅かったんですけどそね。んなに興味ないのか、お前。あ、次に戦いたいのは誰ですかってこ次とに戦えてるの、弱いのか、弱いの。あ、ちょっと見込まれすぎましたからね、中盤。もうね、強いの来たら勝てないんだよ、弱いの来い。結構弱気ですね。弱いのなら誰でもいいから。放送席どうぞ。 結構実は弱気だったんで弱す気ね。なんですね。ねえ、ヨミリさんがね、21歳の若手優勝あるかと書いてくれてますけれどもね。ね、十両の優勝も経験しています、高尾さん。ね、あ、ライバルは誰ですかってことですけど、ちょっと帰り際に捕まえて聞きますかね。どうですか、ね、聞けますか、どうですか。ライバルはあれだよ、もう。誰だよ。わ かんないそうです。 ライバルは誰だよって。野田 R2D2。 あ、野田 R2D2 なんですか。今同じ新入幕ですからね。春日部で生まれましたもんね、確かに。弱いの来い。当たりたかったんだな、今言ったの。当たりたかったです。4勝4敗の野田 R2D2 を指しました。 さあ結びです。横綱2敗でなんとか踏みとどまりたいところ。千歳ソードマンもやはりこの相手強みがあります。いぞりでいけるかソードマン、浴びせていけるかキリダンサー。8日目の結び、制限時間いっぱいです。両者見合って、今日のぐでぶつかった、のぐでのぐやでや下がったのな。ぐでキリダンサー浴びせるか、のぐどうでする、どうする、浴びせたー。どうだ、千歳ソードマン。千歳ソードマンに軍配。
物言い、物言いです。物言いが出ました。この対戦で初めて物言いが出ました。勝負審判元横綱タッグ、ただいまの競技についてご説明いたします。行司軍配は千歳ソードマンに上がりましたが、千歳ソードマンのお尻がつくのと桐ダンサーの手がつくのを胴体と見て取り直しといたします。取り直し、いや俺はもっと弱いやつと戦いてるまた言ってるんですかね。どこの悟空こんな悟空嫌だなあ、本当だコスマニアさん、ありがとうございます。いやー、際どい相撲。いやー、これは正直際どいですね。ただ、先ほどもこれ構え手じゃないのっていう横綱のね、そうですね、ありましたけれども、うん、先ほども実は似たような相撲があったんです。あったんですよ。最近ちょっと多いんですよね、それがね。ねえ、構え手と見るかどうするかっていうのが実はあるんですよ。いやでもね、完全に譲られてるわけじゃないのでね、いや際どいなっていうのは基本、ね、取り直しを取っているのは、平成21年から変わらずであります左はキリダンサー、右は千歳ソードマン、取り直しです。制限時間いっぱい、両者もやって今日のぐらいぶつかったのぐらい、これも下がったが、これはイズリー、これは千歳ソードマン、千歳ソードマンの勝ち。ただいまの決まり手はイズリー、イズリーで千歳ソードマンの勝ち。いやー、横綱にちょっと勝たせてやりたかった気はするんですけどすごい、ちょっとさっきの一番はね、勝たせてやりたかった気持ちはありますが期待したんだけどないやいや、さっきの正直際どかったんですよね。ね、軍配があそこでキリダンサーにさっと上がっていたりするとまた違ったんでしょうけれども、ソードマンに上がってたんで物いいと言わざるを得ないし、いやー残念。ソードマンが勝ちました。4勝、失礼しました、5勝3敗勝ち越しを決めています。キリダンサー敗れて5勝3敗優勝の望みはなくなりました。いやー、これで優勝戦線が、横綱の名前が消えて、ご覧の状況になります。さあ今日は放送時間がもう残りわずかとなっておりますが、最後に一言お願いいたします。優勝戦線は平幕1敗2人、清水館と与一山、2敗が関脇白石島と平幕後楽園東君高尾さんとなりました。一言お願いします。いや正直ね、まあ1敗勢から見ていきますけれども、清水館はまあ当たる相手によるかと思いますし、で与一山はね、こう正直な話、浴びせだけだったら与一山負けるなって思ってたんですけれども、今浴びせだけじゃないですからね、相撲がね。だからこの1敗勢ちょっと期待がかかりますね。一敗勢で決まるのか、あるいは2敗の力士が追いついての優勝決定戦があるのか、どうぞ千秋楽ご期待ください。ここまで実況は山田大輔、そして解説行司叩き役は海坊主でお送りしました。千秋楽の実況中継でお会いしましょう。さよなら。